みなさんこんにちは、アミタです。今日はね、ちょっと大学相撲の年間のスケジュール説明しながら、大学相撲界が、まあ、どんな風に回ってんのかなみたいなことを説明したいと思います。あとこれは僕が所属してた日大のいる東日本の、これはまあ A クラスあたりの大学の話だから、ちょっとまあね、国立大学とか他の B クラス C クラスの大学がちょっと違うかもしれないけど、まあ、大きな流れは一緒だと思うんで、まあ、その辺のざっくり聞いてください。まず4月からね、新シーズンが始まって、まあ、新入生が入って、まあ、新しいチームになってスタートするんですけども、一番最初の大会が4月の終わり頃、4月29か何の日だっけ、忘れちゃった。4月の29日に全日本大学選抜宇和島大会ってとっからも大学のシーズンがスタートする。そう、それが愛媛県の宇和島市ってところで開催されると。果てだよね、いきなりそっからスタートみたいな。でその後ゴールデンウィークにすぐ突入するじゃん。4月29の休みの祝日の後もすぐゴールデンウィークでしょ。そこでゴールデンウィークでね、2回試合あるんだよね、はい、まず5月3日何の日だ、憲法記念日だっけ。その日に全国大学選抜相撲宇佐大会っていうのが大分県の宇佐市で開かれる。ここはあれだね、横綱双葉山のなんかゆかりの地みたいな感じだよね。そこでまずやって、その2日後、早いよね、感覚ないよね。そこで2日後に全国選抜大学、そして社会人対抗相撲九州大会っていう、これはね、大学と社会人がごっちゃになった大会だね。これが福岡県の久山相撲場っていう、まあ果てだね、果てで開かれる、相撲大会果てで開かれること多いから、まあ、僕たちはね、3連戦とか呼んでるんだけど、短い1週間ぐらいの期間の間にポンポンポンと3回も全国大会あるんだよね。そこで、まあ、今年のなんて言うんでしょうね、チームの勢いを占うみたいなとこあるよね、でもうね、その大会からは新入生、4月に入った1年生とかもね、強かったらレギュラーに入ったりするんだけど、問題強いやつはね、もうそこでね、もうタイトル取っちゃってるのね、うちで言うと誰だろう、山口先輩とか遠藤先輩とかもそのあたりでね、もうすでに個人タイトル取ってたよね。まあこれはすごいことだね。そして5月の、まあ、初旬に今度はね、東日本の、まあ、新人戦っていう、まあ、1年生新入生だけの大会があるのね、まあ、そこで新入生の一番を決めようみたいな大会なんだけど、東日本学生相撲新人戦っていうのは東京の靖国神社の相撲場であるんだね。僕はね、ベスト8でしたね。その時は東京農業大学の長谷川くんっていう青森のなんか、まあね、あんまり大きくないけど素早いみたいなやつに負けちゃったね。で僕らの代で優勝したのが大山美子と坂本くんね。2位は翔猿の岩崎くんだったかな。その時ね、北勝富士の中村くんとかね、御嶽海の大道くんとかはね、なんか下の方でね、負けてたね。今思えば、まあね、もうって感じだよね。もう何が言いたいかは分かんない。で、その後5月のね、終わりの方に、今度はね、また和歌山でね、試合あるんだね。全国選抜大学実業団対抗相撲和歌山大会っていう。まあこれも、大学生と社会人が、まあ、一緒にやる大会なんだけど、和歌山ってさ、アマチュア相撲でなんか強いとこあるじゃん。そう、和歌山県庁。この大会なんか和歌山県庁めっちゃ強いんだよね。まあやっぱ地元が気入ってんのかな。まあ、ここも俺からしたら果てだよね。果てばっかで試合してる。その後6月の最初の方に、まあ前半戦の山場だね。東日本学生相撲選手権大会があると。これは両国国技館である。ここで勝つと、まあ、よしって感じだね。まあ、どこも優勝目指してるからね、なかなか勝つのは大変なんだけど、そこで東日本の王者を決めると。これはまあ、最近、まあ、最近でもなんかもう10年ぐらいやってんのか。僕はね、学生の時にできたんですけど、7月の半ばぐらいに全日本大学選抜相撲金沢大会っていうところが開かれると。これは高校相撲金沢大会でおなじみ石川県宇多津山相撲場っていう、
なんかなんていうんだろうな、コンサートホールみたいなとこでやるんだけど、これがね10年前ぐらい、僕が学生時代、俺が学生だった時も10年前なんだ、10年近く前か、怖っ。でやるとね、ここはね、まあ石川県ってやっぱね相撲こう盛んだから、そこで小学生の体育も中学生の体育、高校大学も全部あるね、うん、特にね高校生の高校相撲金沢大会はもう甲子園みたいだね。なんかもうチアがいたりブラスバンドがいたり応援団がいたりと、地元の石川県の高校がギャー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 って言ってたけど応援 してんのね。そこでねチアガールの可愛い子いっぱいいたりしてね、なかなか試合に集中できないっていう、まあ、有名な大会だねそれはね、まあ、これはまあ置いといて、でその後7月の終わりぐらい、もうすごい暑くなってきた頃にまたこの東京の靖国神社相撲場で、今度はね全日本学生相撲個人体重別選手権っていうのが開かれるわけよ。もうこの頃はクソ暑いよね、もう汗かきまくりだよね、もうデブばっかだしさ相撲場なんて。そこはその大会はあの、ね、細かく8個ぐらいね体重別に分かれて戦うと、だから全員が出られる。この大会は唯一全員が出られるの、大学相撲部員だから、普段あのレギュラーになれなくて試合に出れないメンバーとかも全員が出れる。一番軽いのがね65以下だったのかな、65以下75以下85以下100以下115以下135以下135以上無差別、これで8か、ここでもう各大学のね普段日の目当たらない層が躍動すると。ただねこれね、ただねっていうか本当に試合に出られないようなメンバーは4年間この大会しかね出られないって人もいるね、この大会で。しかも1回戦で負けて終わりだからさ、もう4年間で4回しか相撲取りませんみたいな、そういう人もいたりします。嫌、だったら頑張るしかないよね。その後、まあ、1ヶ月ぐらい空いて、今度はね8月のね、まあ、14とか15とかその終戦記念日周辺に、今度はね青森の十和田市ってところで全日本大学選抜相撲十和田大会っていうところのが開かれると。十和田もねまあ果てだよね、鳥取民の俺が言うのもなんだけど田舎だと思う。そこで団体戦が開かれて、それが終わるとこう一旦なんていうのサマーブレイクみたいな、夏休みみたいなの入って、大学生のメンバーはもう、ね、地元に帰ったりとか家に帰ったりとか遊び行ったりとか、なんだろうね、そういうのしてこう一旦リフレッシュ期間に入る。とそして9月の頭に全国学生相撲個人体重別選手権大会っていうのがあるの。これはあの7月の終わりぐらいにした東日本の体重別の各階級の上位8名、ベスト8以上が、まあ、こう東西のベスト8以上がこう一緒になって戦うと、まあ、ここでその階級のナンバーワンを決めるっていう、これがね、まあ、東京の場合は靖国神社相撲場であると、この時もね暑いんだよね、もう焼ける、めちゃくちゃ焼ける。でそのすぐ1週間後とかに今度はねまた愛知県の刈谷市ってところで全国選抜大学実業団の相撲刈谷大会っていうのが開かれるね。この辺試合多いよね、もう毎週毎週試合してるって感じだね。だから本当にレギュラーの人たちはもうねもう毎週毎週どこかしら行ってもうヘトヘトだね、この期間はね、暑いし刈谷って果てだし、東京からしたらどこも果てか、鳥取が一番果てだけど。そして9月の終わりからまあ10月の頭にかけてかな、今度はね国民体育大会、通称国体、まあ、皆さんご存知の通りこれがまあ全国のどこかしらで開かれると、まあ、これは別ね、なんか大学対抗とかじゃないね、その各県だから、まあ、出る人とか出ない人、まあ、普段試合に出れない人とかがその県のね相撲連盟に呼ばれたりして出ることもあるし、レギュラーでもその県の層が使ったら出られないとかもあるね。その1週間後またこの辺もほんと試合多いんだけど、今度は東日本学生相撲リーグ戦っていうのがまた靖国神社相撲場で開かれると。靖国神社相撲場忙しいね。普段大学相撲って、まあ、この前の動画で説明したんだけど、まあ、3人か5人じゃん。だけどねこの団体戦なんと9人制すごいよね。5勝選手の9人制。この大会のね面白いのが
先方から 1,2,3 番目までは体重別で決まってんの。だからそこの体重のクラスの人しか出られない。確か先方が85以下、その次が100以下、100未満で、その次が115以下みたいな感じで決まってて、だから大学のなんていうのかな、チームとしての総合力が問われてるみたいな感じ。まあ、この大会はね、僕がいた頃の日大ってこう層が厚かったから、4年間ずっと優勝してたんだけど、もうなんていうんだろうな、お祭りみたいなね、みんなでこう勝ってワイワイ騒いで、相手も強いんだけど、ここで優勝してハッピーみたいな大会だったね。でその後とかに、まあ、世界選手権があったりとか、まあ、世界選手権ってね、なんか 日程がねあんまりねこう定まってないな。去年は7月の終わりぐらいにあったし、今年は10月の真ん中ぐらいに大阪でやるらしい、堺市、これ行ってみたら楽しいと思う。僕もねもしかしたら行くかもしれない、もしかしたらね、わかんねえ。そして11月の頭に全国の相撲学生の目指すところである全国学生相撲選手権っていう、通称インカレが開かれると。これも東京と東京の両国技館と大阪の、まあ、堺にある大浜公園相撲場っていうところの、まあ、どっちか交代交代でやるんだけど、まあこれはねもう今更説明するあれもないかもしれないけど、5人制の団体戦でそこで勝ったらもうハッピーすぎる1年であり、負けたらもううわーって感じで、個人の優勝者は学生横綱になると。もうアマチュア、いや違う、学生相撲最大の大会だね。もうこの大会はもうみんな目が違うから、もうその他の大会全部負けてここで優勝したらもうチャラみたいなとこあるからね、この大会が意味するものは大学生の相撲部にとっては大きいと。これが一区切りと。これが終わったらもう基本的にまあ4年生も引退って感じかな。そして12月の頭に全日本相撲選手権という、通称アマチュアと呼ばれる、まあ、国技館でね開かれる、もう大学、社会人、高校生も含めたもう全てのトップ層の本当の意味での個人の日本一を決める大会が開かれる。でこれに勝つとアマチュア横綱、まあ、アマチュア相撲界のね個人の最大の名誉だね、アマチュア横綱になれると。これはもう出れる人はねなんかポイントで決まってるのね。でも各大会のポイントをこう累計していって上位32人だったかなが出れると。東日本の学生はなんか確かねその各大会でなんかベスト8以上、個人でベスト8以上になんか2回ぐらい入ると出られるみたいな、ざっくり言うとね。ベスト4だと1回でも入ると出られるのかな。で高校生はインターハイか国体、まあ、高校の2大タイトルだね、これのどっちか勝った人が1人ずつ出られると。社会人は分かんない、まあ、社会人もポイント制だと思う。12月アマチュア選手権が終わった後宇和島大会まではまあなんていうかなオフっていうか大会的にはオフみたいな稽古はするんだけど、そこでまあ自力をつけて次の年頑張るっていう、そういうサークルだね4年間ね。で団体戦のタイトルっていうのがね10個あるの、で10個のうち何個優勝できるかみたいなところと、インカレと、まあ、東日本優勝できるかみたいなのがね、まあ、大きななんて言うんだろうな、その年の強さを測るポイントだったりするよね。僕が4年生の時はその10個のうちね5個優勝したのかな。団体戦は宇和島でしょ、宇佐、金沢大会、刈谷、違う、東日本リーグ戦刈谷の5個か、でもね東日本と、まあ、インカレ負けちゃったから、まあどっちかっていうと残念な1年だったって感じかな。だいたいなんかね僕がいた頃はまあだいたい半分ぐらい優勝してたのね、半分、その10個のうちの半分ぐらい優勝してるって感じかな。で僕は2年生の時、今のねあの遠藤先輩がキャプテンの時はこの10個のうちね9個優勝したんだな、東日本以外全部優勝したっていう、これはすごかったね。もうなんか優勝すると大学の寮にねその大会の結果みたいなの書かれるのホワイトボードの全部優勝だったよね。何々大会団体戦優勝
日大では吹かず、なんか本学ってこと、本学みたいな。あの年はもう強かったね。本当にあの年はまあいろいろあったけど、パンチパーマの数日後五輪とかあったけど、あれはいい1年だったね。はい。さあもう皆さんざっくり大学のね相撲部のスケジュール分かったと思うんですけど、まあ、聞いてみて思うと思うんですよ。意外とね靖国神社ね相撲大会してるから、あの日本相撲連盟とかのね URL なんかこの辺にねなんか下の方に貼っとくから、まあ、それでチェックしてみると結構あるから、近い人はね行ってみてください。面白いですよ。ではまあ今日はこの辺にしましょうかね。では皆さんまた、チャオチャオ、イタリア語ね。